本日は私から何点か報告をさせていただきたいと思います。まずは埼玉県地産地消月間についてであります。埼玉県は734万の人口を有する消費県でありますけれども、それと同時に野菜の産出額が全国8位の農業県でもあります。このように野菜をはじめ米、牡蠣、畜産物など多彩な農産物が生産されており、消費地と生産地が近いという利点がございます。また11月には埼玉県でも産出額が全国1位の里芋、ほうれん草、あるいはかぶ、ネギ、小松菜など全国上位の産出額を誇る農業県産農産物が旬を迎えるおいしい季節になること でございます。そこで県では地産地消を進めるために新米をはじめとする旬の農産物が豊富に出そろう11月を埼玉県地産地消月間と設定をしております。この埼玉県地産地消月間では、新鮮でおいしい県産の農産物を知って買って食べていただく取り組みを県内各地で行うこととしております。まず埼玉フェアの開催でございますが、県内の量販店が県産農産物専用コーナーを設置するなど、これ昨年の写真ですけれども、集中的に PR 販売をさせていただきます。例えばそごう西武の西武所沢店では、本日より18日までの間、地元の最近有名になっております所沢牛や狭山茶を使ったビールなども販売をされることになっています。また八尾港の県北にある店舗では、この週末から大河ドラマと連動した深谷産野菜の PR 販売が行われることになっております。期間中はその他県内の量販店でも多数の農産物が用意されておりますので、店頭でお買い求めの際には、ぜひ埼玉県の生産地、産地をご確認いただいて、そして埼玉県産を選んでいただきたいと思います。次に、県産農産物メニューの展開でありますが、地産地消にご賛同いただける飲食店、あるいは小売店などが、県産農産物を使ったメニュー、商品を提供いたします。例えば、県にゆかりのある企業のベルクエアオコーでは、県産の食材をふんだんに使用した地産地消弁当を、あるいは山田うどんが展開をする埼玉タンメン山田太郎では、彩の絆と彩の国黒豚を使用した焼肉定食を販売することになっています。また私も実は今日の午前中にいただきましたけれども、大手のコンビニエンスストアにおきましても、狭山茶を使ったスイーツやパン、お弁当などが販売をされることになります。埼玉のおいしさがぎゅっと詰まったメニューをぜひお買い求めをいただきたいと思います。次に、県産野菜スイーツフェアの開催であります。県内の飲食店や小売店で、さつまいも、あるいはほうれん草など県産野菜を使った野菜スイーツを販売をさせていただきます。例えばパレスホテル大宮では、ほうれん草といちごを使ったロールケーキを、川越に本社がある蔵造り本舗におきましては、さつまいもを丸ごと使った芋ようかんを販売をいたします。見ておいしい、食べてもおいしい、ヘルシーでおいしい野菜スイーツをぜひお楽しみをいただきたいと思います。なお、埼玉県 GoTo イートキャンペーンにおきましては、プレミアム付き食事券の利用を再開をいたしました。利用できるお店の中には、県産農産物メニュー、あるいは県産野菜スイーツが味わうことができるお店も入っていますので、ぜひ楽しみにしていただき、ご活用いただきたいと思います。次に、コロナ禍で大きな影響を受けた米の消費を拡大し、県内の生産者を応援するための
県産米緊急応援キャンペーンをご案内いたします。11月の先ほど申し上げた地産地消月間と連動して、県や JA グループ埼玉が県産米の知名度向上、消費拡大を図っていくキャンペーンであります。さて、この米ですけれども、消費量は年間の1962年年間では1人 118.3キロ、これがピークでした。2019年には53.2キロと半分以下になっています。さらに新型コロナウイルスの影響もあり、外食を中心にお米の消費が減少し、2020年度にはさらに減って前年から 2.5 キロ減なり 50.7 キロにまで落ち込んできています。そのような中でも県内ではおいしいお米が生産をされています。彩の輝きについては、さっぱりとした甘さ、ふっくらとした食感が特徴であります。彩の絆は大粒で弾力があり、甘みやうまみのバランスが絶妙で、粘りが強く滑らかな食感が特徴のお米で、特にこの彩の絆は令和2年度米の食味ランキングで最高ランクである特 A 評価を獲得をした優良ブランドであります。このような埼玉県のおいしいお米を家庭で召し上がっていただくため、新米が出そろった一番おいしいこの時期に県産米のおいしさを知っていただき、食べていただけるようキャンペーンを実施することといたしました。まず本キャンペーンでは、県産米の魅力を伝えるため、米農家の皆さんが出演している動画、あるいは彩の絆の PR ソングを制作し、県のホームページ、あるいは県産の米取扱店などで発信をし、ぜひ県産の米の知名度を高めたいと考えています。また、ラジオなどメディアでの広報のほか、11月27日には、埼玉スタジアム2002で開催する浦和レッズさんにおいて、県産米の PR を行うことにいたします。その他、県産米をお買い求めいただけるよう、県ではインスタグラムを活用した県産米の購入者プレゼントキャンペーンを行うとともに、JA グループ埼玉においても新米キャンペーンを行います。県産米購入者プレゼントキャンペーンは、県産米をまずは買ってください、購入をいただき、そしてその魅力をインスタグラムに投稿をしてください。そうした方の中から県産農産物などをプレゼントいたします。応募方法ですが、県産米を食べた感想を指定のハッシュタグ埼玉のおいしいお米をつけて、インスタグラムに投稿をしていただきます。同時に行っている JA グループ埼玉の新米キャンペーンでも、県産の新米を購入し応募した方の中から抽選で彩の国黒豚味噌漬け生姜焼きセットをプレゼントすることになっています。今年産も生産者が丹精込めて作り上げたおいしいお米が出来上がりました。ぜひこの機会に県産米を多くの方にお買い求めいただき、いつもより一膳多くおかわりくん県産米を食べていただきたいと思います。次に、下水汚泥でクリーンなエネルギーをについてであります。町を支えるインフラとなっている埼玉県の流域下水道、県民の 75% にあたる558万人分の下水を8流域9水循環センターで毎日処理をしており、実に多くの下水が出てまいります。これを処理するためには多大なるエネルギーを消費するほか、そこで発生する汚泥を焼却をする際には温室効果ガスが発生をいたします。流域下水道事業の温室効果ガスの排出量は約二酸化炭素換算ですけれども約27万トンと年間でも大変多くなっております。このため、
カーボンニュートラルを目指すにあたり、これを削減することが流域下水道の大きな課題となっております。そこで県では温室効果ガスの削減を行うために、民間事業者と共同でこれまでそのまま焼却処理していた下水汚泥をエネルギー化する施設の整備を進めました。そしてこの度、三郷市にある下水処理場中川水循環センター内において、県が設置した汚泥を消化分解する汚泥消化タンクと、民間民営民設民営方式により発電事業を行うバイオガス発電施設が完成をし、昨日11月1日より稼働を開始いたしました。ちなみにこの消化施設ですけれども、流域下水道では全国最大規模でございます。次に今回導入した汚泥消化バイオガス発電システムの概要についてご説明いたします。水循環施設では、家庭や工場などから出てきた排水、下水を集めて処理を行うことになります。そしてきれいな水にして、その水を川へ流す、これを処理していますが、その中でも汚れを分離して、この汚れが汚泥となります。この汚泥を新たに作った汚泥の消化タンク、この中に投入し、微生物などで分解をさせて約半分にまで減量いたします。またその際にはバイオガス、いわゆるメタンガスが発生します。そのガスはここの汚泥、この汚泥の焼却に利用するとともに、民間事業者にこれを売却します。そしてこの売却されたバイオガスが民間事業所により発電され、その燃料として使われることとなります。これによって焼却で発生する温室効果ガスは、原油をされてガスを売って使うために、結局このバイオガスは減少をすることになります。温室効果ガスについては、二酸化炭素換算で年間1万2400トンの削減となります。またガス発電で得られる電気についてはクリーン電力となります。そのことによって年間上にプラスして4600万トン分の温室効果ガスの削減に、二酸化炭素の削減に貢献をいたします。私も先日こちらの消化タンクの上に上がってまいりましたが、その大きさに圧倒されました。上まで登るまでに足がヘロヘロになるほど大きなタンクであります。今回のような下水資源を活用する施設の稼働によって、困難が多い温室効果ガスの削減が一歩ずつ進んでいくことを期待したいと思います。今後も下水資源を活用した温室効果ガス削減の取り組みを進め、環境との調和を図りながら下水の処理事業を行っていきたいと考えております。私からは以上でございます。幹事社さん、よろしくお願いします。読売新聞、豊川です。11月から幹事社と思います。よろしくお願いします。米の消費量はだいぶ減少しているようです。コロナ禍でさらに減っているということなんですけれども、地産地消の取り組みというのは地域活性化のために大事な取り組みだと思います。それで県産米なんですけれども、どこで購入できるのか、購入場所が分かるようなサイト等があれば教えてください。はい、ありがとうございます。私も最初とか最近主婦やっておりますので、スーパーマーケットでなかなか買えないというふうに思いました。ただ今はだいぶ広がってきており、県内の JA の直売所およびスーパーマーケット、ドラッグストアなどの量販店で、お買い求めいただきます。入荷状況によっては在庫がない場合もありますので、あらかじめ各店舗にご確認をいただきたいと思いますが、他方でなかなか自分の周りにはないという、そういう方も伺います。検索エンジン、ホームページの検索エンジンで、サイの絆
と入力をしていただくと特設サイトに飛ぶことになります。そこで購入サイトの一覧がありますので、ぜひそこでご自分のお近くのお店を見てほしいと思います。またサイの輝きの購入場所についても、このサイの絆で飛べるページの中でご案内しておりますので、ぜひご確認をいただき、ご利用をお願いいたします。わかりました。まあ、自宅はもちろんですけれど、ちゃんとした料理人、料理人というか、お店で食べたい人もいると思います。で、県産米使っている飲食店というのも知る手段があるんでしょうか。はい、ありがとうございます。埼玉県のホームページには、埼玉県の農産物を応援するポータルサイト、埼玉ワッショイがあります。ここの中で、米と一文字、検索していただくと、確認をすることができます。検索して掲載している店舗以外にも、例えば山田うどんの新業態の埼玉タンメン山田太郎では、店内で提供している米の 100% がサイの絆と聞いています。サイの絆やサイの輝きを取り扱っている店舗には、ミニのぼりやキャンペーン用のポップを配布してアピールを予定しています。行きつけのお店も、もしかするとそういったポップが立つかもしれません。取り扱いがあるかもしれないので、ぜひチェックをしていただきたいと思います。分かりました。最後、先ほど知事ご自身主婦ということでしたけど、知事 のおすすめの県産前ですかね、ご飯おすすめがあればということと、あと、先ほど県民に呼びかけたように、ご飯の時に一膳多くおかわりするというのはもちろん実践されるということですか。すみません、なかなかですね、私も年食っちゃって量は食えないんですけれども、できれば一合で2膳炊けるじゃないですか。そうしたら翌朝もそれを食べるとかですね、しっかり回数でカバーをさせていただきたいというふうに思います。ちょっと 量では最近勘弁していただきたいと思っておりますが、1日のうちに1膳多く食べます。はい、分かりました。分かりました。知事発表で質問があればお願いいたします。どうぞ。埼玉新聞、新井と申します。中川水循環センターの汚泥消火バイオガス、発電システムについてお伺いいたします。先ほど知事、タンクをご覧になったということなんですけれども、登ってご覧になったということなんですけれども、改めてですね、このシステムの稼働についてですね、期待することと、今後どういうふうになっていただき、欲しいかという期待をお聞かせいただきたい。それが1点とですね、もう1点が、先ほどご発言の中で下水資源というご発言があったんですけれども、県内他にも水循環センターがあるかと思うんですけれども、他のセンターでのこういったシステムの導入のご予定というのはあるんでしょうか。はい、ありがとうございます。この下水は、単なるゴミとか汚水ではありません。これを処理する中で、さまざまな工夫を行うことによって、結果として、よりクリーンな社会を作ることができるというふうに考えております。今、我々としては、先ほど申し上げたとおり、流域下水では最も大きな消火施設を作らせていただきました。先ほど申し上げたとおり、汚泥をそこに貯めるんですけれども、それをその半分に減用することによって、結果として、もともと大きなタンクが必要だったものを小さくすると同時に、そこでバイオ生成菌が出てきますので、微生物が出てきますので、バイオ生成菌がバイオガスを出して、このバイオガスを燃やすことによって、クリーンエネルギーにする。で、私も長い間エネルギーやってますが、実は数年前までドイツなんかだと、これ、混焼にしてました。混焼っていうのは、天然ガスと混ぜて、結果としてその二酸化炭素を出すとか、そういったことで、この数年間、飛躍的に技術が向上しており、今では私がこの間行って聞いたところでは、混焼なし、洗焼でできるということなので、より技術的に飛躍的に進歩をしています。で、今後どうするかという話でありますけれども、今後の技術的な展開をしっかり見ながら、これを活用をさせていただき、よりクリーンな形で、もちろん資源ではありますけれども、ゴミや下水を出さない方がいいんですけれども、しかし、それが出されたものはしっかり活用したいと思います。それからその下水資源という言葉を先ほど申し上げましたけれども、今後、バイオガスについて、
決してこれがビジネスベースではまだないんですけれども、しかしながらより効率的に行うことによって他の下水施設においてもこれを活用ができるようにしていきたいと思っていますし、今回民設民営の発電事業者も敷地内に招き入れましたので、そういったその効果を検証しながらより効率的でよりクリーンでそしてより安全で安心なものを目指していきたいと考えます。他いかがでしょうか。幹事社質問に移させていただきます、はい、まず先日投開票された衆院選についてお聞きします。衆院選は自公で過半数、自民党だけで単独過半数を獲得し、政権継続に信任を得たということだと思います。で一方野党は立憲民主党、また共闘した共産党はおおむね議席を減らして、第三極ともいえる日本維新の会が躍進する結果となりました。この全国的な傾向は、県内でもおおむね同じような結果だったと思います。知事も与野党候補の応援などいろいろ行かれてましたけれども、選挙結果についてまず所感をお願いします。あともう一点ですね、立憲民主党 その惨敗ともいえるような結果を受けて立憲代表 の枝野代表が先ほど辞任をするということです表明しました。で枝野氏は県内第5選挙区選出の国会議員としてですね、2017年 の立憲決闘から党代表として政権交代野党共闘を推進してきた方ですけれども、この代表辞任についての受け止めもお願いします。はい、まず選挙結果ですけれども、まずは今回当選された県内の議員の皆様方に心からお祝いを申し上げたいと思っています。埼玉県においては投票率がまず向上したこと、これはとても良かったと私は思っています。ただ、さらにこれを向上させるような取り組みを我々は考えていきます。投票率が向上し、多くの県民の意思が発揮をされたということで、選挙結果についても県民の意思が発揮されたものと歓迎をしたいと思います。それから枝野代表でありますけれども、ご指摘のとおり県選出の国会議員でございますので、我々としては当然県としてですね、県選出の国会議員みんな応援してますので、若干残念なところもございます。ただ私もすみません、先ほどネットでニュース見ただけなので発言ご発言等は聞いておりませんが、先ほどの2017年の時でしたかね、私が県連代表でたもとを分かつという形になりました。で彼は立憲に行ったわけですけれども、そういった意味で言えばいろいろ苦労を彼はされたと思いますが、ただ党の高等の代表ですから、けじめはしっかりつけるということは当然だと思います。はい、衆院選の結果を受けて引き続き自公が政権になるということになります。で、コロナ対策ですとか経済政策など懸案山積みになっていますが、新政権の期待とですね、あと、県としてどう新政権との関係強化を図っていくか、お願いします。はい、まず、県といたしましても、それからその国といたしましても、最重要課題は新型コロナ感染防止対策、あるいは仮にこれがその陽性がですね、今のように、低レベルが続くとしても、この新型コロナウイルス感染症に起因して傷ついた経済あるいは、社会、これを再生、さらには立て直していくこと、これが急務だというふうに思っています。そして短期的なもののみならず、この政権が継続する場合には当然少子高齢化、人口減少が本格化する中での政権運営になりますので、持続可能な社会保障、さらには、激甚化頻発化する自然災害など、本当に多くの重要課題が山積をしているというふうに考えています。でそんな中で我々現場の県といたしましては、まずは特に第6波を見据えた新型コロナ対策に万全を期していただくと同時に、深刻な状況にある経済への強力な支援策、これが喫緊の課題だと思いますので、国政を停滞させることなく、特に経済については期待も高いと
思いますの、期待という声も随分私どもも聞いておりますので、ぜひ、岸田総理はですね、所信表明演説で国民の声を真摯に受け止めて信頼と共感を得られる政治とおっしゃいましたので、こういった声しっかりと県としても伝えていきたいと思います。で、そういったお伝えをすることによって改めてしっかりと関係を再度構築をしていく必要があろうと思っております。いずれにしても第二次岸田内閣が発足すると、近く発足するというふうにも聞いていますので、その陣容を見てから我々としても直接働きかけをするなりしていきたいと考えています。では最後にお願いします。知事も衆院選で一票をどなたかに託されたと思います。で、衆院選は政権選択選挙であり、今回は特に4年ぶりに有権者が直接的に政治に参加する機会というか、投票で意思表明する機会となったわけですけれども、先ほど知事は投票率向上したとおっしゃいましたけれど、投票率 50% ちょっとというのはだいぶ低いと思います。中選挙区時代、70年80年代と比べてもだいぶもう底打ってるかなというか低いと思います。で、各選挙区で取材をしていてもやっぱりなんとなく盛り上がりに欠けるというか、ちょっとそういった雰囲気も感じました。投票率、前回よりは向上しているんですけれども、投票率の評価とですね、政治参加の意義ということについても改めてご認識をお聞かせください。はい、県内の投票率今回 53.97% でありました。で、前回平成29年が 51.44% と戦後最低でありました。したがって上がったとは言っても最低と比較して 2.53% 上がったということに事実上はなります。で、もちろん前回は台風が実は来ていて、そういった影響もありました。で、したがって今回上がったと素直に喜んでいいのかどうかは分かりませんが、ただ前回の最低があまりにも低いということから考えれば、少し上がったというのは喜ばしいと思います。ただだからといって両手話でできるような、ご指摘のとおり 53.97% は正常な国政の今後の行方を決める上で正常な投票率かというと、私もそうではないんだと思います。ただそうは言っても、まずは今回新型コロナウイルス感染症だとか深刻な状況にある経済とか、こういったその論点がありましたので、そこに県民の皆様、国民の皆様、有権者の皆様が参加していただけることになったという、ここは評価したいというふうに思っています。いずれにしても選挙は民主主義の根幹をなすものであり、特に衆議院選挙は政権選択という側面を持っていますので、今後の選挙においてもぜひ積極的にご投票いただきたいし、県としても積極的に参加いただけるような後押しをしていきたいと考えます。ありがとうございます。幹事社以上です。よろしくお願いします。どうぞ。テレビ埼玉の澤です。先ほど知事、衆院選の関係についてお伺いしたいんですけれども、先ほど知事、今後の政策として、新型コロナ対策、そしてその経済政策について、喫緊の課題であると、期待したいというのお話ありましたけれども、今回ですね、衆院選自体が、解散から投開票日までが戦後最短ということで、かなり短い間に行われたのかなというふうに思います。そうした中で、各党のですね、政策論争というのが十分に行われたのかというところもポイントだと思うんですが、その点について議論が行われたというふうに、十分に行われたというふうに思われているのかというのを伺えればと思います。十分か十分じゃないかというのは、これ、説明責任でありますので、これは国民がご判断をされることだというふうに私は思います。他方で、これ、知事としてというよりも、個人、一個人というか、一政治家として申し上げれば、私は論点が多かった割には政策議論が深まらなかった、こういうその印象を持っており、もう少しこの、これはその、皆さん、マスコミの皆さんにもお願いをしたいところですけれども、やっぱりそこはもうちょっと深掘りして議論ができた方が、特にコロナで関心が高い、政治に関心が高い時期ですから、我々有権者としても政治家としてもマスコミとしてもみんなで本来盛り上げてもよかったのかなと、そういうふうに思いました。今回ですね、そのコロナ禍での選挙戦ということになったわけですが、この選挙期間中はそのコロナの感染者の落ち着きというのが
って、まあ、そこが、選挙への、その関心の高さというのが、いまいちだったんではないかというような見方もありますけれども、その点についてはいかがでしょうか。まあ、可能性としてはあると思いますが、ただ感染者は我々が左右するわけにはいかないので、とにかく現場としては常にそうですけれども、可能な限り陽性者、死亡者、重症者抑え込んでいく、これをもう考えるしかないので、もう仮にそれが投票率に、悪い影響を及ぼしたとしても、我々としてはもうとにかくそれに取り組む、これはもう関係なくやりたいと思っていますので、そこはすみません、しっかりそこは現場としては取り組みます。ありがとうございます。どうぞ。埼玉新聞がないでございます。衆院選とですね、同時に行われた市長選について、ちょっと3点ほどお伺いしたいんですけど、まず市長選なんですけれども、今回は熊谷、越谷、富士見野で、衆院選と同時に行われました。結果についてうんぬんというよりもですね、今回、この選挙がどういうふうに盛り上がったのか、どういうふうに行われたと、まずこの評価についてお伺いしたいのが1点と、あともう1点がですね、今回知事応援演説かなりあちこちに入られたかと思うんですけれども、場所によってはですね、例えば自民候補に入られて、その次とか次の日あたりにまた立民候補の応援に入られたりとかっていう、そういうケースもあったかと思うんですけども、今回の知事の応援演説、どういった形で、どういった基準で行ったのかというのをお伺いします。あと3点目がですね、今回比例区なんですけれども、日本維新の会が、比例復活なんですけれども、2議席新たに、なんて言いますか、議席を獲得しまして、県内ではおそらく初かと思うんですけれども、新たなこういった受け皿がですね、県内にこう生まれたことについて、知事の評価をいただけますでしょうか。はい、まずこれすみません、最初のだけが市長選でいいですね。はいはい、最初の、市長選については、私、今回、すごく強く思ったのは、投票率がやっぱり衆議院選挙に引っ張られて、高く、まあ、引っ張られたかどうか分かりませんが、引っ張られたためか、高くなったと思います。確か富士見野が前回 30% いってなかったんじゃないかなと思いますけれども、そういったものが果たして、まあ、先ほどの 50% でも正常かどうかは別ですけれども、30% 程度の民意で、自分たちに最も関係が深い、地方自治のそれぞれの単位を選んでいくということがいいのかどうかというのは、やっぱり私、議論があると思います。したがって、その盛り上がりという意味は、おそらく、最終的には投票率につながるんだろうと思いますけれども、今回は結果として、投票率が上がったということだろうと思いますので、結果として見れば盛り上がったんだというふうに考えています。から2つ目の、これは衆議院選の方ですよね、応援については。衆議院選の方については、私は以前ちょっと申し上げたとおり、ポスターとかそこについては基準をきちんと作らせていただきました。で、その他の応援については、人物本位で埼玉県のために働いてくれたかといったことを評価基準にして入らせていただきました。で、それぞれの候補について頑張れというつもりで、比例復活もありますから、応援をさせていただいたつもりでございます。それからその比例でありますけれども、日本維新の会が県内で初議席を国政においては取られたということになるんだと思っています。私は可能な限り選択肢があるということは、いい面も当然ありますし、逆に衆議院がもしも政権選択選挙というそこだけに限れば、これも表と裏しかないので、そういった意味では両面がいい面と悪い面があると思いますが、ただ可能な限りやはり県民の皆様への選択肢を広げるということは、私はいいことだというふうに考えています。からあえて個人的な意見として申し上げれば、今回はやはり政策が妥協できる点については連携をするというのは、県民から見れば、国民から見れば、これすべての党が一緒に乗れちゃいますので、やっぱり分かりにくかった。で、他方で与党についてもそういったもの、政局は別としてですね、政策等で答えきれたかどうか、こういったところはやはり国民の心に答えられなかったところもあろうかと思います。そういったことが総合して結果として
第三極というか維新の台頭を呼んだということも側面も私は否定できないというふうに考えますので、今回は政治家一政治家として見るとどの政党にとってもものすごく勉強するべき検討するべき選挙になったんだろうというふうに考えます。ありがとうございます。ちょっと確認なんですけれども、応援演説に関しては、先方から依頼があったことについて言ったという、そういうことでよろしいですか。受けてそうですね。はい、そうです、はい、ありがとうございます。どうでしょうか。あ、ちょっと来ていいですか。衆院選についてまあ、野党は分かりにくかったと、各党ですけど、その勉強すべき点があるということです。で、そのいわゆるその野党共闘というものについてお聞きしたいんですけれど、まあ、立憲民主党ですとか、その共産党など主要野党は共闘ですね、まあ、究極的にはその候補者一本化して、臨むということなんでしょうけれども、まあ、思ったような成果は出なかったと。で、そのこの共闘路線のその不信というものが、その枝野代表のその辞任の原因というか、まあ、それにつながったんだろうなと思うんですけれど、この共闘というか、野党候補の一本化については、まあ、当然、与党からはその政策違うのに何やってんだと、野合じゃないかという批判があります。で、一方は一人を選ぶ小選挙区なので、そうは言っても一緒にやらないと勝てないじゃないかと、まあ選挙戦術の面からしょうがないという声、まあ、昔から延々と繰り返されている議論ですけれども、この共闘というか、野党 その一本化みたいな、こういう動きについては、どのようにお考えでしょうか。私、ちょっと先ほど申し上げたのは、見え方の問題であって、今回、私の周りで多かったのは、例えば自民党でいいのかという人、かといって、野党で信頼できるのかって迷っている方もものすごく多かったと思います。そういう中で、例えば、妥協できるところ、合意できるところだけはやるというと、見え方としてですよ。見え方としてこれどこまで行っても右から左まで全部飲み込めちゃいますから、そうするとその政策の論点、先ほど論点はあるけれども議論が深まらなかったという別な方からのお答えしましたけれども、そういったところに私はつながるのではないかというふうに思えてなりませんでした。またこれ与党も一緒で、じゃあ万全の信頼を得たかというと、その票が与党に乗らなかったということは逆に言うとどっか他に行ったということだろうと思います。で、その結果が維新というのが選択肢の一つになったんだろうと私は思うというのが、先ほど個人的な一政治家としての意見として申し上げたつもりでございます。で、勝てるためにどう連携するのかというのは、これいろんな形があって、これ今までもたくさんありました。新政党の頃もそうでしたし、あるいはその自民と公明もそうでしょうし、あるいは共産と今回のを含めた野党連携もそうでしょうし、ただこれしっかりと訴えて、そしてご納得いただけるかどうかというのはとても大切なんだと私は思います。論点に従って同じ政策を行うことで会派が例えばできるわけですから、これはいつの時にも選挙以外にも大いにあり得る話なので、私は決して不自然ではないと思います。ただ、さっき言ったように妥協できるところ、合意できるところだけを合わせるというのは論点として私は見にくいと思いました。その他、産経新聞の中村です。よろしくお願いいたします。ワールドカップのアジア最終予選での埼玉スタジアム使用についてお伺いいたします。日本サッカー協会が先日、県から協会の要望を受け入れて協力をするというふうに伝えられたと発表しましたけれども、これについて県の判断の理由を教えてください。まず埼玉スタジアムですけれども、非常に、日本サッカー連盟協会から評価をされたことは、これはとても光栄なことであります。で、他方、過去の戦績、日本代表戦、21勝3敗1分け、勝率でいうと 95%、あるいはその勝つ確率でいうと、引き分けを入りますが 84% という高い数値を、打ち出しています。で、そんな中で芝生の張り替え工事を本来、やらなければいけなかったわけですけれども、これを1年間遅らせても、メインピッチが支障なく使用ができることが
確認をできました。で、日本サッカー協会から強く、熱望されていたところ、埼玉県としても日本代表チームを応援するという判断をさせていただきました。またこの、サイスタは浦和レッズも使っていただいてますけれども、実は浦和レッズも来シーズンのホームゲームをやる場所がないということで、内々こういろいろと伝えられていました。というのは 新国立劇場や駒場スタジアムも3月まで改修工事になります。つまり、このエリアで、観客を集めるところがないと。で、それらを総合的に判断すると、代替となるスタジアムをどこかで見つけなければいけないので、日本代表も、浦和レッズにとっても、これはもう背に腹は変えられないところだということだと我々は思いますので、今回は日本サッカー協会から来てますが、そういった判断を、下して、芝生の張り替えについては1年、伸ばしても支障がないということでもあったので、総合的に判断をし、結果としてご協力の意思を示させていただきました。今、浦和レッズにとってもいいことだというふうなご説明だったかと思うんですけれども、そのレッズのサポーターからは、その埼玉スタジアムを貸すべきじゃないというような批判も相次いでいるようなんですけれども、これについて その受け止めと、そのレッズサポーターに対しては、延期し、することによってそのスタジアムが使えるんですよということを検討して説明をしていくというようなお考えでいらっしゃるということでよろしいですか。そういう要請だと、要請はないですけども、それはいろいろこう入っているのは浦和レッズの管理者ですから、埼玉スタジアムの我々委託管理でお願いしていて、そしてそういった判断の中に加わっていた方ですから、それは当然浦和レッズ側にとっても都合が良くなければ、これはなかなか難しいことになると思います。そして先ほど申し上げた新国立競技場や駒場スタジアムがない中で、浦和レッズはホームゲームができないということ、あるいは非常に遠い場所でなさるということになるんだろうというふうに考えている、あるいは限定的になると思いますので、今回の延期で我々としては浦和レッズには配慮させていただいたつもりであります。最後もう一点、工事延期に伴う費用は協会と折半する方向とご承知しているんですけれども、そのこちらいろいろ賛否があるようなんですが、税金を投じることについての知事のお考えをお聞かせください。まず折半かどうかについては私は承知しておりません。そこについてはただ当然、芝の張り替え工事に伴って最終的な清算を行った段階で当初想定したよりも金額が上がる可能性は高いというふうに聞いています。で、こういった中でも先ほど申し上げた多くの方々が要望されるということであれば、当然我々もやりたいし、これについては実は議会などからも複数要望がありましたが、県民を代表する議会の多くの、会派で言えばほとんど多くの人数の方々からもいただいたところであり、我々としてはサッカー協会、それから県民から寄せられた声、議会の声、こういったことを考えると期待が高いものと考えておりますので、費用負担については今後日本サッカー協会と相談をさせていただくことになりますけれども、我々としては税金を投じるような判断もありうべしと思っています。ありがとうございました。他ございますか。どうぞ。すみません、接種証明実験、コロナの接種証明実験についてお伺いしたいんですけども、飲食店の実証実験、31日まで実証実験やってたと思うんですけど、その、実績と成果と、あと今後どう生かしていくかというのを伺えればなと思います。わかりました。実績、細かいところについては後ほど、事務方から答えをさせていただきますけれども、実証実験の結果については、県で分析をするとともに、これ、アンケートの取りまとめも行われますので、それを国と共有をして、国、他の場所でも行っています。ただ、埼玉県の場合には、最大の数で、なおかつ、いわゆる高級店とかだけじゃなくて、さまざまなお店が行われている最大の実験場に、実証実験場になりましたので、これをしっかりと我々の意見とともに国に伝えていきたいというふうに思っております。詳細については事務方からお答えをさせていただこうと思いますが、
アンケートを各店舗から集めておりまして、それを回収してその内容について検証して、国の方と共有を図っていきたいと思っております。数字についてはまた後日お伝えさせていただきたいと思います。よろしいですか。知事もよろしいですか。私は結構です。じゃあこれで終わります。質問はありません。じゃあありがとうございました。どうもありがとうございました。